アップあかんの？歯並び悪すぎて2つ飛び出しますから。はい、いただきます。絶対うまい。うん。なんか特別なもん感じないです。ごめん、正直に言うわ。口しか取ってない。ごめん、正直に言うわ。それはごめん。シラス飛び出てました。飛び出てた。3匹ぐらい。目あったもん、俺、シラスと。本日の最後の食事をとっています。誓いを立てよう、ここで。立てましょう。自分が釣ったからこの魚は自分のものやとか、これは自分が取ったからお前らには与える、絶対そういうのやめような。誓います。しかも争いはやめような。やめましょう。そのちゃんとしましょう。実践を想定してお金出したり、そういうのすんとこな、金で解決するとか。まあけど俺先輩やから、一応先輩やし、まあそういうのはやっぱ、うん、絶対ありますから、いつまでたっても。先輩やし、それはちょっと多めにもらったりすることもあるかもしれない。それは先輩やし、多めに取るし、釣れたの隠すこともあるかもしれないし、そこはやっぱ後輩としてとがめんといてほしい。いや、まあそれはもちろんですよ。バレたとしてもそれはとがめんとってほしい。それは僕はそういうことはもうとがめないタイプですよ。約束してな。それは約束できます。誓おう。誓います。これはあれにしましょう。エンディングに流しましょう。じゃあエンディング用で撮っとこうか。エンディング用で。雄大な空中散歩をごゆっくりとお楽しみください。テレビとかもそうですもんね。結局は編集できますから。そうそう、テレビとかも大体最初にエンディング撮ってるから。大体最初にエンディング決まってるから、流れが。うん。だからちょっとエンディングトーク的なのもちょっと入れとかんと。いや、疲れたね。いや、もう疲労困憊ですよ。一泊二日。自分から仕事ですよ。いやけどあんな大物釣れるとは思わなかった。そうですよ、正直。案外ムカデがうまかったですね。美味しかったムカデ。俺はちょっと苦手で。右側の足が美味しかったな。右側の足。どっちかっていうと左より。僕右食ってないですわ。あ、俺ほとんど行ったもんだよ。そうですね。なんか結局そうですよね。先輩のあれ。担当分けしときましょう。そろそろ、うん、そのみんなで海攻めたって仕方ないですし、みんなで山入ってって仕方ないですし、担当分け、まずその料理系、料理系でその J が動画見て勉強したの。間違いないです。さばいちゃいます。だからもし釣れたとしたら J にさばいて、それは任せてください。でもし獣が現れた時、まあそれ一応動画見てんねやろ。見てますよ。それはもう J に任せる。 J にそれは J に任せてください。で、火とかをするのさ、結構得意なの。最近までやってました。じゃそれも J に任せる。J に任せる。テントとか買ったことある？ありますね。それも J に任せる。やりましょう。やりましょう。ここまではやりましょう。これ以上は手出ますよ。